バラード入リ江バラード入リ江は、カナダのブリティッシュコロンビア州南西部にある岸辺から、皆そこにかけてなだらかで比較的浅いフィヨルドである。最終表記の頃に形成され、バラード半島とウェストバンクーバーや、ノースバンクーバーがある、北岸地域等を二分している。入リ江周辺には、数千年の昔より、スカーミッシュなどの先住民族が住んでいる。この地域に、 スペインの探検隊が初めて足を踏み入れたのが1792年6月19日のことであり、探検隊の隊長アルカラガリアーノによって、カナルでフロレド・ブランコと名付けられた。その後、イギリス海軍所属の探検家、ジョージ・バンクーバーによって、彼の友人であったハリー・バラード卿の名にちなんで、バラード・イリエと名付けられた。イリエは、ジョージア海峡からポート・ムーディに向かって、 ほぼ垂直に東方向に伸びており、沿岸部には近代的な港、工業地帯が整備されているほか、バンクーバー、ウェストバンクーバー、ノースバンクーバー、バーナビー、ポートムーディなどの住宅地が存在する。入り江の後ろ1、3はディープコーブとベルカーラの間から北側に、水面下が非常に急峻なインディアンアームと呼ばれるフィヨルドが形成されている。インディアンアームは、 幅がおよそ 2km 弱の入り江ながら最深部では深さ2 0 0ル以上ある。入り江はジョージア海峡からポートムーティまで 25km の距離があり、インディアンアームも 20km の長さがある。入り江にはその奥に向かっての最初の狭作部であるファーストナローズには道路橋のライオンズゲートブリッジが2番目の狭作部であるセカンドナローズには道路橋の アイアンワーカーズメモリアルセカンドナローズクロッシングおよび鉄道橋のセカンドナローズブリッジがかかっている。入り江の横断手段としては旅客専用定期フェリーのシーバスも運行されておりバンクーバーのウォーターフロント駅とノースバンクーバーのロンズデールキー間を結んでいる。ライオンズゲートブリッジからアイアンワーカーズメモリアルセカンドナローズクロッシングの間では 大型旅客船を含め多くの船舶が航行し、水上飛行機も発着を行う。バラード入江は、バラード半島の先端のスタンレーパークが、海洋の波を受け止めるため、内部は波が非常に低く穏やかであるため、港として非常に重宝されている。沿岸部には、一部に住宅街や商業街があるたは、船の積み荷を運ぶための鉄道ステーション。 コンテナターミナル、穀物倉庫、石油生成施設などの公安施設が林立している。貨物船は入港待機時には半島によって分け隔てられた外洋側のイングリッシュ米に停泊する。入江の港近辺で昔から変わらず、緑が生い茂っている場所は、スタンレーパークなどごく一部であり、かなりの地域が開発されているが、インディアンアームは都市部に隣接していながら、 上実のように沿岸部が非常に急峻であるためほとんど開発されていない。ありがとうございます。